のために加盟各国を支援するよう訴えました。その中で発展途上国の法的内閣で突入した人に同世代者の実習チャンスを与えるよう提案しました。以上ニュースでした。次に ASEAN におけるベトナムの役割の向上とイメージアップをお伝えします。26日、第38回第3中継会 ASEAN 首脳会議が一層声明を発表し、閉幕しました。この会議で